死の家の記録ロストユースキー前回の続きからです。およそあらゆる手仕事で、アキイムアキイムイチが知らないものはなかった。家具作り、長靴作り、 断作りペンキ塗り金メッキ金物細工と何でもこなししかもそのすべてを獄中で習得したのだった全部独学で一度見るとすぐにできるようになるのだいろいろな箱やら籠やらランタンやら子どもの おもちゃやらも作って町で売っていたそれで手元にはいつも小金が入ってきたがすぐにそれで替えの下着ややわらかい枕や折りたたみ式の敷き布団などを買うのだった彼は私と官房が同じで懲き暮らしの最初の何日かかいがいしく私の世話を焼いてくれた 監獄の外ににに作業に行く時には、囚人たちはまず衛兵詰め所の前で2列に整列させられ装填した銃を持ったお送兵たちがその前後に並んだそこへ作業隊長にあたる公兵隊将校と兵装長と現場の作業監督をする南米かの位の低い公兵が現れる。 作業隊長は囚人の数を数えいくつかの班に分け必要なところへ作業に派遣するのだった他の者たちと一緒に私は工兵隊の作業所に行ったそれはいろいろな資材が山と積まれた広い敷地に立っている低い石造りの建物だった そこには、鍛冶場、鉄工場、木工場、塗装場、その他があった。アキイムアキイム市はここに通って、塗装場で働き、ボイル油を沸かし、塗料を調合し、机や家具を塗って、くるみ剤もどきに仕上げていった。 足枷の打ち直しを待つ間私はアキ秋ム・アキムを相手に自分の韓国での第一印象について話をした確かに連中は貴族を嫌っていますよ彼は答えた特に政治犯なんか取って食いかねないくらいで。 まあ当たり前でしょうな。第一にあなた方は連中とは違う人種で似ても似つかない第二に連中はみんな元は濃度かそれとも兵隊です考えてもご覧なさい連中があなた方を好きになれるかどうか確かにここの暮らしはつらいですよですがねロシア本土の 徴兵中隊はもっときついですよ。うちにもあちらから移ってきたのがいますが、まるで地獄から極楽へ引っ越したように、この監獄のことを褒めて褒めて、褒めまくっています。別に仕事がきついわけじゃありません。話によると、あちらの第一種監獄では、監督官が必ずしも軍人でないとか。 少なくともうちとは違ったやり方のようです。あちらでは流刑囚でも自分の小屋に住めるのだとか、私はあちらにいたことはありませんが、そんな話ですよ。頭も剃られないし、おしきせの囚人服もないそうな、最も結構なことですよ。こちらでみんなが囚人服を着て、頭も剃っているのは、 やっぱり気敏がよくなりますし見た目にもいいですからねただ連中にはそれが気に食わないのですもっとも見てもご覧なさいひどい寄せ集めですから少年長兵衆だった者も,もいればスケルス人もいれば分離派信徒もいれば家族をかわいい子供を故郷に残してきた 正教徒の百姓もいれば、ユダヤ人もいれば、ジプシーもいれば、どこの馬の骨やらわからない者までいて、それがみんな嫌顔でも一緒に暮らして、お互いに折り合い、同じ茶碗で飯を食い、同じ寝床に寝なくちゃならないわけですから、気ままになることなんて一つもない、一口余計に食べるにも、 人目をはばかり小銭一枚も長靴に隠さなくちゃならない全くどこからどこまで監獄監獄監獄ですから一人でにバカなことを考えるようにもなりますよだがこれはすでに私にも分かっていたことだった私が特に詳しく知りたかったことは 我々ののの長である少佐のことだったアキム・アキムイチは「包み隠さず話してくれたが今思い出してもその時私が受けた印象はあまりよからぬものだった」だが私はまだ2年もこの少佐の管理下で暮らさなくてはならぬ定めだった。 アキーム一イイがこの人物について話してくれたことは結局すべて当たっていたただ違う点があるとすればそれは単に話して聞いた印象よりも実際の印象の方がいつも強いということであるこの人物の恐ろしさはまさにこのような人物がほとんど無制限の権力を持って 二百人もの人間の上に君臨する長官であったという点にある一個人としての彼は単なるだらしのない意地悪な人間であってそれ以上のものではない囚人たちのことを天敵のように見なしていてそれこそが彼の第一のしかも最大の過ちだった 実際にある種の能力を持った男だったのだが何もかも長所さえもがこの男においては妙にゆがんだ形でしか現れないのだった抑えのきかぬ底いじの悪さがあって時には真夜中になってから官房に侵入してきてもし体の左側を下にしたり 仰向けになったりして寝ている囚人を見つけると朝になって呼びつけて「命令通り右体側を下にして眠らんか」と言って罰を与えるのだった監獄では彼は憎まれ疫病のように恐れられていた顔も赤黒くて いかにも競争だったミなが知っていたことだがこの人物は完全にフェイジカという中卒の手玉に取られていた何よりも愛しているのがトレゾールカという飼い犬のプードルでこの犬が病気になった時は悲嘆のあまり気も狂わんばかりだった 何でも実の息子のように犬の身を案じて同国したという話だそうして一人の獣医を追い払ったのだがその際いつもの伝でほとんどつかみ合いの喧嘩をしかねなかったそうだその後重卒のフェイジカから監獄の囚人に独学の獣医がおり 極めて腕がいいと聞くと、直ちにその囚人を呼びつけたのだった。助けてやってくれ。金に糸目はつけん。トレゾール化を直してやってくれ。少佐はその囚人に向かって叫んだ。囚人はシベリア育ちの百姓で、賢く、 実際に極めて腕のいい獣医だったが、しかし根っからの百姓だった。俺がトレゾールカに目をやると、とこの男はほかの囚人たちに語ったものだったが、ただしそれは少佐のところへ行ったずっと後、もはやすべてが忘れ去られたころのことだった。 犬はソファーの上に寝ていたよ白い枕までしてな一目で分かったよこいつは炎症を起こしているって俺は言ったのさ少佐殿呼ばれるのが遅すぎました昨日かおとといにでも呼んでくださりゃ助けてやれたでしょうに今じゃ手遅れだ救えませんよ こうしてトレゾールカは死んだのだった。この少佐が殺されかかったことがあって、その天末は私も詳しく聞かされたものだ。我々の監獄に一人の囚人がいた。もう何年もここに暮らしていて、振る舞いがおとなしい点で際立っていた。 まためったに誰とも口をきかないことがないことでも注目を引いていた結局何かユロジビーの類とみなされていたのだこの男は読み書きができて最後の1年はしきりに聖書を読んでいたそれも昼となく夜となくずっと読みふけっているのだ みなが眠りについたあとこの男は真夜中に起き上がり教会用のろうそくに火をともすとペチカの上にはい上がって聖書を開いて朝まで読むのだったある日この男は菓子館のもとに行って作業に出たくないと宣言したこれが少佐に伝わると 少佐はカン,カンに怒って即刻自分の方から駆けつけてきたそこへ囚人があらかじめ用意しておいたレンガを持って襲いかかったのだがし損じてしまった囚人は取り押さえられ裁判にかけられて処罰されたすべてはバタバタと進んで三日後には この男は病院で死んだ。死に際に彼は誰が憎かったわけでもなくただ苦しみを受けたかっただけだと言ったただし彼は別にどこかの分離派セクトに属していたわけではない監獄の者たちはこの男のことを敬意を持って思い出していた ようやく私の足かせの打ち直しが終わったそうしているうちにも作業場には次から次へと何人かのパン売り女たちが顔を出した中にはまだほんの小さな娘もいたこうした娘たちは普通大きくなるまでの間白パンを売り歩いている 母親が焼いたのを娘たちが売るのだ年頃になっても彼女たちは通ってくるがもはやパンを売りに来るのではない大抵そういう塩梅だったすでに娘とは言えない年頃のものも混じっていた白パンは一つ半個ペイカという安さで 囚人たちはほとんど全員買っていた私は一人の囚人に目を止めたこれは家具職人ですでにごましい頭だが血色がよくにやにや笑いながらパン売り女たちとふざけ始めた女たちが来る直前に彼は首に。 赤いべっちんのプラトークを巻いたところだった太ってあばただらけの女が一人彼の作業台にパンの木箱を置いた二人の間で会話が始まったどうして昨日あそこへ来なかったんだいまず囚人がえつに行ったような薄笑いを浮かべて話しかけた。 なんだって、こっちは行ったのにお前さん影も形もなかったじゃないの勇ましい女が答えた「招集がかかったのさじゃなかったらあそこにずっといたのにさおとといはお前の仲間がみんな俺のところへ来たぞ」「誰と誰さマリアシカが来て」 ハブロシカが来てチャクンダーが来てドブロークショバが来て一体何の話だね私はアキーマ・アキに訪ねたまさかそんなこともあるんですよ根はごく連結なこの囚人は 控えめに目を伏せながらそう答えた。もちろんそんなこともあったが、ごくまれであり、しかも非常な困難を伴った。共生生活を送る者にとって、これはごく自然の欲求ではあるのだが、害してそちらの方面よりも、むしろ例えば酒か飲みたいというものの方が多かったのだ。 まず女のところへたどり着くのが難しかった時と場所を選び値段の交渉をし相引きの約束をし一人になる三段をしこれは極めて難しい護送兵の目をそらしこれはなおさら難しかったそして全体に他のことと比べると むやみにたくさんの金がかかるのだっただがそれでも私は後に何度かそうした濡れ場を目撃したことがあるある夏に私たちは3人組で入手鹿藩のある小屋の中で何かの賠償炉を炊く作業をしていた護送兵は良い人たちだった ずいぶん時間が経った頃、囚人言葉で言うスフリオーラが二人姿を現した。おいおい、どこでのんびり座り込んでいたんだ。またあのズベルコーフの家か。囚人はそんな言葉でお目当ての二人を迎えた。ずいぶん前から待ちかねていたのだ。座り込んでいたって。 私があの家にいた時間よりも、傘先が木にとまっている時間のほうが長かったくらいよ。娘は陽気に答えた。